始まりました、スマブラハウス。はい、MC を務めさせていただきます、ジャパニーズ小池です。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、今回はですね、素敵な後輩のお二人に、僕の後輩になります。うわ、これパワハラくるよ。来ていただきました、じゃあまず自己紹介お願いします。はい、小池先輩の後輩の生田です。はい、よろしくお願いします。そして小池先輩の後輩のレインです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まあ、ということでね、吉本所属になりましたね、お二人はね。はい、まあ、レインさんはもうだいぶ前からで、はい、で小池さんはもっとだいぶ前からで。そう、俺も7年目ですから、はい、吉本クリエイティブエージェンシーに所属するにあたって、うん、これだけが心残り。ということで、今回の企画はですね、まあ、お二人、はい、僕のまあ後輩、まあ、同僚ですね、うん、同僚、うん、後輩ね、ちょっと上がったね今。いや、同僚でしょうよ、もう。だってスマブラではもうダントツで俺より上だから。そうですよ。そう、今スマブラというか逆らっちゃダメですよ。そう、そうでしょ。芸歴で言ったら俺の方が上だから、やっぱトントンのところにいるのよ、俺たちは。5部です。そう、だからもう、でも芸歴7年ですよね。7、自分スマブラ歴20年ですよ。いや、でも13年の上積みが違いますよ。いや、じゃあもう教えてよ、早く早くやろうやろうよ。今日はもう、あ、そうなんですよ、今日はですね、小池が、オンラインに潜って、うん、で、まあ、お二人にちょっとアドバイスをしていただこうということで、はい、ちょっと皆さんにもね、見ていただけたらなと思っております。アドバイスね、アドバイス、アドバイス。そう、直さん、直さん、叱咤激励はいらない。叱咤が基本嫌だ。そう、嫌ない、はい、ということで、早速、やっていきたいと思います。はい、さ、世界戦闘力はダダン何百万だろうね。うん、9億8000ぐらいいってんじゃない俺。これ今日撮影時点の、うん、あの最高高いところが知りたいね。え、何度何度、ちょっとごめんね、あのモニターに汚れがあってさ。そんなモニターコスタって数字上がんねえからみたいな。モニターコスタ、あ、ちょっと高かった、さっき言ってる数字より、はい、9万4000。え、何これ、ちょ、え、バグってる、戦闘力5か5未明じゃんこれ。先輩に逆らえ。ショットガン持ったね、ノーズ。ヒーッつって。どうなるかな、まあ、とりあえず10万いきましょう、ささっと。確かに、うん、上がるかな、そんなに。え、でもこれ VIP 前だから、うん、どんなルールかもう予測もつかない可能性が、うん、あるよ。そう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 、ちょっとゼルダ、うわ、ゼルダか。ちょっと待って、4分です。 4分なんです。4分、こういうので多発します。なんか、あれ、こんな狭かった。え、なんか狭く、え、こんなもんだよね。え、見たでしょ。え、もう大丈夫か。狭い。世界が、世界が全て狭いよね。嘘に見えてくる。小池の戦闘力から。そう、あ、やべ、持てない。なんか違和感あんな、うん、でも狭いですよね、うん、多分ステージを普段見てないからかもしれない、ね、あ、でも普通だ。ポケスト1でしょこれ、うん、え、1、うん、普通じゃないもん。小池さん頑張って、小池さん頑張れ。小池さん下リーグ振ってみよう、ちょっと。お、なるほど、うん、確かに。うん、また次もう一回振ろう、うん、あの、もう一回クエル3回ぐらい振った後に、クエル3回ぐらい見せた後に、もう一回下火、いきなり下火を振ったけど、その人。あっ、これうまいぞこれ。あっ、それ、あ、そんなに続く。いやー、仕方ないですよ、あの技はもう弱回でも、うん、あ、やっぱそういうもんなの。そう、相手ガードつかねえから下火結構当たるよこれ。あ、本当に、うん、うん、ほら、本当だ。あ、くっそ、この野郎。うお、やるじゃん。なんかこれ、うん、あれっすね、いつもと違って勝ちから始まって、うん、だい。そう。理想な雰囲気を。そう、これあるんじゃない、うん、小池さん下火もっと細っていいからね、本当に。おいおいおい、うん、そう、そういう、確かに俺下火出てないわ、うん、あ、うん、全然もういいよ、こからの。あ、やっちゃった、うん、ちょっとスタッフさんが空笑いしてる。ねえ、そう、スタッフさん VIP だからさ。そうなのよ。そう、いや、もう小池さんとは違うよ。スマブラハウス見てて VIP いけるって証明してるから、スタッフさん。あのね、 DM でも結構来る。そう、あのね、最近増えてる、うん、あの見てたらいけました。そう、見てたらいけましたの、すごい DM が。え、死ぬ、死ぬの、うま。今うまかったね。うまかった今のは。まあでもこれはもう対戦内容見てる限りね、もう勝ちですよ、ま、これは勝ちだね。俺がなんか変な、いや、もうね、小池さん、いらないよ、原因は。やべえよ、これ。ちょっと頑張りたいな。俺、最悪の。あれ、なんで、これ、どっち行く、あいつ、うん、いいよ。いいよ。からの。いいよ。ほら。いいよ。横スマッシュだもん。いや、もう。あー、なにそれ、そんな飛ぶ。いや、やばいこれ。やばいよ、ね。小池はね、落ち着くということを覚えました。
あ、じゃあ大丈夫。そう。でもこれでここ。ね、早く振って。あ、これ強いな。ガードして、はいはい、なんかしよう。ガードしてなんかしよう。そう、それ。どうした、サビ。お。くうまい。二人で今シンクロしたね。くうまい、こういう生さん、まあ。どう実況的に。うん。うん、深いね。何、うん、深い。一瞬回ってる、でしょ。ガード見てからクーマだって格上たじゃん。ただね、見て94100なのに700しか上がらない、はい、数字はね、興味ない。え、嘘。そうだよ、もう現実的な結果しか興味ないですよ。怖いな、これスタート低すぎでは。そう撮影前に10万とか無理よ。ずっとここで行き来してる、俺の適正レートだから、みんな。なぜ分かんないよ。下手くそだからだよ、俺が。小池さんをもうね、簡単に、ね、勝たせる方法も相手の動き見て伝えよ。あ、いい、うん、そういうのいい。確かに巻きで、ね、もうね、巻きでいこう、うん、もう全部勝たせよ、うん、とりあえず。アイテムありじゃないね。そう、柔らか ETC さん、あ、に、あ、危ねえ、2ストックです。あ、本当だ。そうなんです。警察、警察で。あ、これはかなり堅実な可能性がありますね。いいよ、いいよ。小池さん、下火早くない、うん。あの、とりあえず、うん、あの突進系の技を使って相手の対処を見るっていうのは、そう、大切なこと、大事、大事、もう大事なこと、もう今下、本当に、あ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 、危ない、ちょっと待って、いいよ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 。でも、もう下火さ、小木さん下火、はい、本当だ、すごい、もう一回下火さ、で、あのさ、俺、あのピュンってやつあるじゃないですか。はい、これ、今の、うん、もうだから下火すればいいよ、先に。そう、なるほど、うん、リーチ外から下火、そう、あー、5分、5分、ガード、ガード、ガード、ジャンプ。全部忠実に壊してる俺。いいよ。コントローラーを握ってるかのような。ジャンプ、ガード。ね、はい、ガード、ジャンプ。いいよ。いいのか、それで。はい、ガード、はい、はい、はい、困ったら下火。 OK、困った。困った。いいよ、よし、十分。いいよ。あ、いい。ほら、そういうことだよ。あ、いい。スタビでライン回復しよう。あ、いい。そう。そう、大丈夫だよ。これを戻れる。いや、戻れねえよ。これね、あの、うん、俺が惜しかった。重要なテクニックが一つ抜けてますね。空中回避。そう。これさ、ダッシュ食え。あ、ガード。あ、ダッシュ食えね。あ、ダッシュ食え。食えね。オッケー、食えね。逆に混乱を招いてるよね。いや、もう、ロボットになれば勝てる。いいよ。はい、あ、そっちか、はい、しゃあない、読み合えば仕方ない、うん、あ、それは違う、それは違う、それは違う、溜まってるときは下火違う、これ怪しいぞ、これ、いいよ、いいよ、マジ、いいよ、小池さん、俺の予想だと、うん、あ、終わりだ、みんな、飛んでったな、あんな飛ぶっけ、飛ぶ飛ぶ飛ぶ、うん、今の何スマですか、横スマ、下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 がこんなに、そう。ちょっと待ってね、これは難しいぞ。なんでさ、下がるのが1000も下がるの？上がるのはさ、700しか上がんないのに。俺たちやったらポン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 って上がってくるね。シュン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 って、うん、行く？行きます。くそ、最初のレートより低くなっちゃったな。いつも毎日、うん、今日の始めたレートより1でも高くして終わるっていう仕事をしてるんですよ、俺。じゃあ、もしかして帰れないですか、今日、俺たち。いや、帰れますよ。もう帰りたいよ。1000万の単位でもらってるのに1でもみたいな。そうそう、1よ。ここ俺の戦ってるステージってそういうところだから。そう、なんか、いや、これ勝ったでしょ。いや、これは怪しいんじゃないか。いや、俺ね、得意、うん、プリン。だって弱いって言ってたもん、小池さん。最強プレイヤー小池が言ってた、ジャパニーズ小池が。最強プレイヤーね。そう、うん、このキャラには勝てると。あ、強いっつっちゃった。とりあえずプリンがいるところに技を振りましょう。食えぬ、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 もう一回、もう一回、困ったら食えぬ、食えぬね。そう。あ、困ったら下火じゃなかった。いや、ちょっと遠かったら下火、近かったら食えぬ。下火、下火、下火。もうしてこ、はい、よ、あ、おい、おい、下火だよ、困ったら下火、下火か、下火。いいよ、いいよ。着地のね、下火強いんですよ、たまにね。はい、はい、気持ちいい。二人が、ああ、終わりだ、助けてくれ。いや、大丈夫、大丈夫、全然余裕。あれって眠るじゃダメだったんですか、今。いや、必死だったと思います。眠るじゃ良かったんですけど、で、下火に、あ、それでもいい、うん、
あれね、ちなみにあの下火寝ますよ。うん、嘘。いや、ガムは分かんないけど、ファルコンは寝ます。マジで？あぶねえ。え、嘘ついた俺。そう。あれちゃんと空中攻撃した方がいい。やっぱ実況者違えわ。はい、あー、DA じゃない。DA ともらえた。下火足んないね。下火足んない？下火足んない。まだ。うん、OK。割合の問題なんだ。もう割合、これは。ほら、あとか、うん。まだ振っちゃダメ、当分。あ、もう変わらない。あ、そうか。そう、あの、あれね。そう、意識で。そうか、意識ね。クエネに振ったら、下火。そういうことね。そう。なるほどね。これね、こういうこと。いや、そういうことだよ、小池。小池。そう選挙みたいな。あ、これ、あ、つかめた。バカだね。いいよ、小池さん。ダメだよ。分かったよ。下火、下火、下火。下火、下火、怖いじゃん。そんな、下火食らうよって。だってさっき当たったもんね。まあね。そう、大丈夫だよね、生田さん。シャンプーコン、まあ、大丈夫だね。そう、大丈夫だよ。ね、寝た方が面白いんじゃないか。ちょっと面白いって。ごめん。ちょっと待ってよ、どういうことよ。見たい。いやー、これはさすがに無理だ。うん、小池さん、こういう時はもうコントローラーもったいないから、電話じゃいらない。あ、そう、手はお膝。うん、もう、はい、どうぞっていうね。そう。いいよ、はい、からの、ガチャ、確定してた、今。嘘でしょ。わかんない、適当に言った。小池さん、割れろ割れろ割れろ。小池さん、危ない。割れろ割れろ割れろ。小池さん、下火。わかってる。そろそろね。そう。ゾーン、あー、割れた。やったー。割れろ割れろひどくない？レインソン頑張ってんのに。あ、うん、あのアンチなんで。あ、なるほどね。さっき先輩でマウント取ってきたから。そっか。ちょっともう一回行かせてくださいよ。でも調子いいっすね今日。確かに。でもこれぐらいはね勝ってるのいつも。本当に。やっぱ下火っすよ小池さん。下火？下火。ちょっと言ってくださいタイミング。なんか下火なんか出るまでにちょっと時間あるじゃないですか。うん。うんうん、いいですよ。もうこれこの、うん、ここの距離に行ったらもう打つんですよ。あ、そう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 、いいんすか。その距離、あの、相手のちょっと早い攻撃が届かないぐらいの。そう。はあ、なるほどね。ちょっと遠目で打ってました僕。そう、うん。もうちょっと近くていいです。クラウドで言うとまあ空中前よりちょっと遠いぐらい。この人も俺より強い。じゃあ勝ったらもう。じゃあ勝ったらもう生田さんからご褒美ですよ。いやない。え？うん？いいですよ。ビジネスフレンドだから。ああ確かに。はい。でも下火ですよ今のも。あーなるほどね。下火ですよここ。これうわー、何やろ。いいっすよ全然。はい。そう、逆いっちゃうのよねみんなね。いや、こう、あっ、よし、これ勝ったら勝った。プレッシャーでしょ今のは。そう。いや俺知ってんだよ。これさ、クーエルと下火。はい。いい。19？ はい。下火。よし、もう一回下火、もう一回。今打ったら外れててました。クエルクエル、小池さんこれはもう。あ、間違った。ジャンプボタン押しちゃった。まだ余裕さ。うい。これね、無理なんだよね。これ無理なのよ、クラウド。もう。これ知ってんだ、俺クラウドで散々やられてたガードに。ガードきつくないクラウド。生きてる。めんどくさいよね。生きてる。早く行け。マジでいいだろやだ。いいだろ、別に。小池さん、だって逆算です、クラウマス生きたら。そうでしょ。スマブラはそんな甘くないです。はい、下火。何ないでしょ。あ、じゃあもう、はい。いや、いい。飛ぶね。大丈夫。はい、下火。下火！はい。はい。いいっしょ？一つの技をね、使い方を覚えてくるっていうのは大事です。いいっしょ？全然こうあ、まあまあ、全然痩せ。狙いようか。お客さん、これはもう体力差を生かしてね。そう。もうね、確実にね。いかつい行動打っていきましょう。そう。確実にパラしていきましょう。いいっすよ、もう全然、もう一回この距離でしょ。もう、うん、もういいっすよ、全然、もう全然問題ないです、うん、ちょっと遠いなちょっとバレたんで、クエのとそりましょう。オッケー。そう、そうそう、意識外れたんで。あ、意識外れてる。そうそう、ここよだったー。はい、拍手してくれてる、嬉しい。え、小木さん、今日強くないですか。いつもだって、なんかそう負けてるっていう。いや、そう、このね、下火のタイミングがいいと思います。やっぱ下火、下火きた。そう、下火のタイミング教えてください。もっと生田さん、生田さんどうですか。10万いかせられる。俺が対戦してる立場だったら多分切れてる。なんでよ。なんでいいじゃん。ジョイプレイヤーの脳波が若干入ってる。え、だって小池さんもエペスやってる時強い技エペックス打ちますよね。いや、俺強い武器ばっかり使う。僕は下リーガーこっそりは勝てんで。マジ、うん、これはでもまあ本当 40%50% から激戦やる、うん、もう全然、もう全然いいんですよ。こんなノーリスク
もう間半角取ってこないんで確認したんで、もう久々にねえ、生田さん、これだ。まあ理論的にはね、そうだって半角ないですからね。半角ないですか。そう、いいですよ。ないですからね、断言。いいですよ、はい、あ、久々、久々、これ当てたらもう勝ちですよ。勝ちも、こう、久々、久々、久々、ピンの早くない、久々、久々、よし、ちょっと帰ってね、はい、はい、ほら、小池さん、今日強いよ。やった。え、危ない、こういう日もあるんだな。そう、あ、いや、強っ。ちょっと、小池さん、いや、ちょっと待って、確かにな、いや、レインさん褒めたからだよ、これは。もうダメだ、やっぱスパルタでいこう、うん、いいよ、いいよ。すぐ褒める、俺たち。何も考えないで喋ってるの。優しさがもう見えちゃってる。いいよ。じゃあ、客さん、気づいた、俺たち何も考えていないかもしれないです。どれだけ俺らが脳筋で喋ってるか。いや、出たね、完全に。いけ、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 行った方がいい。行って、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 行って。じゃあ、下見。ダメ、ダメ、ダメ。電撃はダメ。電撃はダメ。電撃はダメか。電撃打って、なんかジャンプして着地した時とかにドン。戻ればいい。あー、いいよ、下見、下見、下見。下見だって今、小池さん。いやー、なんであいつ悪魔だ。これもう下見すぐ行くわ。うっとー、はい、で、こう、じゃんばりだ。もう一回、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 これだよ、こういうことよね。こういうことないよ。そう。で、クイヌパンス。ちょっと待って、俺、マジでピチューに勝てねえんだよ、本当に。クソ強い。え、でも勝たすには、そう、やっぱ、下見。下見ね。そう。まあ、ピチューってそもそも立ち割り強いキャラですからね。うん。ぶっと当てて勝つっていう。そう。そういうところもあります。なるほど。特にガノンなら。うん、はい。はい。うますぎねえか。もう、下見、下見ですね。怪しいな。やめて、こいつ、あ、あ、助けて、助けて。ちょっと今のは電撃の対処じゃないですか、やっぱ飛び道具。あ、確かに。無理だよ、小池さんには。そうだよね。俺も思ってる。それをできるようにする番組じゃないのかい。なんかガードしてもさ、すぐやってくんだよ、あいつら。ガードしてからちょっと詰めていく、小池さん。これじゃなくてでしょ、うん、ガードして、うんうんうん、ガードして、こうやって、こうやって、ジャンプして、こうやって、こうやって。ね、頑張ったさん。で、スタコマタって。でも、あれですよ、小池さん。さっき横 B で、空中で当たったじゃないですか。うんうんうん、はいはいはい、はい、で、向こうみんな行くんで、下 B こするんですよ。空中横 B だと下 B です。OK です。タキシードのシミさん。ね、お、ほんとだ。5分にストップ。まあまあまあ。まあまあ、いけるでしょ。いいよ、小池さん。いいよ。当てた後、なんかしましょう。そう、何したらいいの、下 B。ダッシュするでも、つかみするでも。つかみするでもか。どっちだろう。でも、なんか、あ、手が都合のいい方で。そう、こっち相手になった方ね。いいはい、いいよ。で、なると思った？なるの？はい、横そば。だっかっ、あ、残念。しかない。クエヌがかなり。ハルコ結構飛ぶキャラなんで。うん、あ、上回。いや、戻れない。あ、やった。これプレッシャーっすね。プレッシャーだよね、うん、俺のクエヌの。そんなに、うん、振られたら。なあ、早っ！大丈夫、大丈夫。大丈夫だって。ちゃんと帰ってきて。そう。はい。あ、これ怪しいかも。やばい。やったったーっ。あ、戻って、戻ってこないで。出ちゃった。お願い。あ、大丈夫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 。また食えぬから振り直そう。OK です。そう。怪しいな。大丈夫。いいよ。はい、下火。早くない？下火の。最初だけ調子良かったね。ちょっとこの人が対応がうまかったってだけです。いや、だって10万も10万もあった、うん、無理よ。桁が違った。桁が違いますよ。1個0増えるだけで一気にランク上がるから。次勝ちましょう。勝つ。これスタートより高いですか。20、あれ9万4100でしたよね。あ、よしよし。あ、小木さん大丈夫か。大丈夫、大丈夫。達成なるか。いや、それは続けてたらいつかはするんでしょうけど。それが大切なんですよ。続けていくことが。マルス。はあ、終わった。底辺ですよ、相手は。ソブラの底辺。いや、俺だよ。俺。みんな見ていてくれ。どっちが底辺かって話になっちゃう。そういうことです。そういうことです。
だマルスみたいなお利口なキャラにはダッシュ A ですよ、うんうん、とりあえずガンガン前詰めて、はい、下火でもいいんですけどね、うん、じゃあ打っちゃう。いいよ、はい、食い犬できない。小池さんあれって俺さ 30% ぐらいからじゃないと成功しないんですけど。いやなんかダメだったら自信なかったらダッシュ A すればいいんですよ。そうだよ、怪しい怪しい、もう怖いそんなさ言わないでよ、ずっと話してちょっと小池さん大丈夫大丈夫大丈夫、うん、大丈夫だよ、まだまだね、いいよ、あ、いい、はい、うん、あれ、あ怖いね。いいよ小池さん、空上出なくなったね、前空上してたのに、うん、あ、空上、うん、なんか強いっすかあれ。強い、あ、強いんだ。なんか横に飛んでっちゃうんですよね、上じゃなくて。だから強いんですよ。あ、あ、そういうもんなのか、うん、当たりゃいいんすよ。そう、そう、はいはい、からの下強でいいのかな、あれ。下強でいいっすよ、もう全然、もう、もう当たるうちは下強っすよ。多分俺の予想だとこの帯域は受け身取れない人が圧倒的に多いと思う、うん、結構取れんのよ、みんな。何ですか、ほらね、当たんない多分取れんのよ、当たんないキャラかもしれないです。あ、それはね、説ある、うん、分かんないけどね、他の世界じゃないので。下 B だよ、そこは違う。そこけさん。いや、こけさん、下び。あ、なるほど。やった。下び、ここ、ここ下び、ここ下び。ああ。でも、下び。ここ下び。下び。下。え？なになになに。え？じゃあ待って。どこ下びなのかわかんねえよこれ。こけさん、そのバーガリ下び。そのあ前に、あ、来なかった。そのままにしたび、もろバレですけど。あ、間違えてた。こうでしょ。バレてるから、もうバレてるね。もうバレてる、やめよう。あー、技に助けられた。そうそうそう、強いからね。やばい、それ待って。はい。いいよ。いいよ。はい。なんかもう、かっこいいことしてるしなかった、小池さん。なんか、ちょっと上手いんじゃないかなみたいな雰囲気出そう。あ、これ掴める。これ届かないんじゃない。いや、まあ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 、うん、寿命でしょ。そう、はい、掴んで、うっ、え、小池さん、わかんねえよ、そういうのなんだよ、みんなしていいよ、はい、もう逆しかいけない、うん、のやろ、はい、めんどくせえぜ、使っちまえばいいんだよ、スマッシュを、そういうことだろ。当たれば勝ちだよ。そう、やっちまった。大丈夫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 、はぁーってた。いいよ、いいよ。こういうのは待とっか、次。待つ、待つ、そう、自分から攻めなくていいんすよ。ガノンで、そう、あ、まあまあまあリードだしね。そう、それ悪くはない。あ、いいよ、見てからじゃん。そうよ、もうこの人逆にしか来ないから、うん、逆に次スマッシュ打つよ、見て、うん、マジで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 これが人読みの小池。いやー、やっぱ誰か教えてきたかった話になってくるよ、生田さんから。ありがとうございます、師匠。100背中側だったらいいね。そうなんですよ。ありがとうございました。押せない、なんで。ちょっとラスト言っていいですか。もうノルマは一応クリアしてるんで、今で、あと1個買って、でも負けたら落ちますよ。9万5千の台に乗っけましょう。ノルマを超えられないリスクを負っていく。そこで下がっちゃ男じゃねえだろ、やっぱ勝ち続けないと。じゃあ負けたら女の子ってことでよろしいでしょうか。負けたらチンチン外してだからもうねね、勝った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 、ねね、ねねさんと一緒に一から修行し直します、はい、僕はねねさんの方が全然強いけど、ねねさんが男だった。さっき来たピースケガノンミラ ミラー。いや、もう3分にストックで。じゃあもうこれ、これ負けたらさ、ケイコさんにしましょう。あのさやめ。いや、でもまだまだ言える、まだ言える、まだ33%でしょ。強くないこいつ。もうちょっと真剣に見守る必要が出てくる、ね、そう、俺たち今ガヤできない、もう本気。これだってプレス怖いなこの人。何これ。はい、いいよ。ちょっとダメだよ、そういうの。お、危ね。いいよ、不起訴し。え、無理だよ俺。なんであの人、これそうあれ。無理だ。いいよ、いい勝負でしょ。
男を見せよ、こけさん。いいよ。クソして、して行かない行かない、怖いもん。そういうことよ。二足か。怖いな、これ。ぶっ放しに当たんだよな、これ。いいよ。はい。こけさん、セビンも大事。オッケー。ちょっと遠かったね。ちょっと、ね、遠い。遠いよ、こけさん、今の。外しちゃったのか。うん、いいよ。はい。いいよ。怖えんだよ、マジで。いいよ。こんな気持ちなのか、みんな。今プライドかかってるから、これ小池さん。確かに、うん、いいよ。こっちか。うん、お、え、強くない？普通にボコったじゃん。え、小池さんどうした？覚醒した？やっぱ男なんだね。今まで使ったことあるキャラクターだとさ、ちょっと分かるもんね。クラウドとかもさっき分かるもんね。なるほどね。そう、お、だってめっちゃ上がった。はい、来た。今日のノルマ達成。ちょっとずつのこの積み重ね見てってほしい。あと何年後かな、じゃあビップ行くの。だって初めてやった時8万9000とかだったでしょ、俺。ここでなんかビップ回やった時、うん、そうだ、ちょっとずつ上がってでも人数が増えてってる。人口が全体、あ、そっか。そういうこと。でも多分上がってる。あ、本当ですか。クエルと、うん、空前当てる感覚と、あと下 B か。下 B マジで大事っすよ。あとガードしてから何すればいいですかね。掴めばいいじゃないですか。だってこのレード隊はガードしたら掴めば掴めますよ。掴める、うん、まず掴みで取れない技は、はい、もっとレード隊上がってから分かっていけばいいんじゃないですか、ね。はい、まずもうガードしたら A を取る。あ、それ縛りで今度やってみます。うん、多分そもそもガノンっていうキャラクターが掴みで取れなかったら取れない、うん、あ、他に技がないので。あ、なるほどね、うん、じゃあもうガードしたらつかみだけでいいんだ。もうつかみだけ。ガーキャンクーエンのとかいらない、うん、しない。あ、しないんだ。コウキさんはできない。できない。そう、できなかったの。そう、戦いの中でできない。ちなみにミスる、多分そうだったら難しい。そう、すいません、皆さん。ごめんなさい、なんかね、変なものを見せてしまいましたけれども。まあでもね、コウキャンも努力してます、一応、うん、はい、でもちゃんとね、下 B を相手のワンステップぐらいの間合いで振る、はい。でも頑張ります、ね。で、後ろ回避しても当たりますか、そしたら。ああ、なるほど。さっきそうですよね、当たってましたもんね、それでね。っていう振り方を覚えたら、はい、小池さんは底辺の王になります。底辺の王になれる。そう。なりてえ。それが一番いいよ。実際多分結構勝てるよね、それで。うん、はい、頑張ります。ということで、また、VIP 回やるし、エボのためにね。毎週やりますよ。毎週ね、うん、やりますので、ぜひね、皆さんね、イライラあると思うんですけれども、ごめんなさい、本当にお付き合いいただければなと思います。はい、今回のスマブラハウスの動画は以上となります。レインさん、生田さんの、チャンネルページ、Twitter ですね、Twitter などの SNS はですね、概要欄の方に記載させていただいておりますので、ぜひそちらの方のチェック、フォローよろしくお願いいたします。はい、ということで、それではまた次回お会いしましょう。さよなら。バイバイ。